皆さんカンドラ好きですよね カンドラの中では病院を舞台にするカンドラもあって、まあ、皆さんこのドラマも結構好きだと思いますがもちろん日本にも病院を舞台にするドラマ多いですが、えー、韓国は社会的に特に医者という仕事に憧れる傾向があります今日はこの話をちょっとしてみたいと思いますが、えー、最近韓国の大学で異変が続々起こっています皆さんが 名前を聞いたらわかるぐらいのスカイって分かりますよね。そのの有名大学の入学入したた生徒たちが中退をすするんですよやっと頑張って勉強して有名大学まで入ったのに大学を辞めるんですね。 でこの人たちは何をするかといったら、韓国のニュースの分析によりますと、浪人までして医療大学に再入学するために、えー、いわば中退をするらしいですよね。えー、つまり、医者になりたいから、せっかく入った大学を辞めるということになっています。 じゃあ、一旦この話をちょっと皆さんに韓国の文化と結びついて話し,したいと思いますが、皆さんもご存知だと思いますが、そもそも朝鮮という国は試験によって身分が変わる過合制度という制度がありましたね。これは平民が양番になれるチャンスだったんです。 で、えー、この感覚が日本と韓国違うところがありまして、えー、日本はこういった感覚がありますよね。父が寿司屋だったら息子も寿司屋。えー、なので私が好きな漫画とか見てみたら、高校進学もやめて、えー、中卒で、 家業を引き継ぐという話結構あって、まあ、これが結構かっこよく描かれますよね。でも皆さん、韓国はこういったことはないです。お家が貧困だったら、その貧困というのを乗り越えるためにものすごく勉強をして、えー、努力して成功する物語が逆にかっこいいと言われてますよね。 つまり、貧困だからこそ、ものすごく勉強して自分の未来を変えようとする。で、例えば、お父さんがカルビアをやっているとしましょう。ものすごく稼げるカルビアなんだけど、子供が勉強ができたら、このカ,カルビアを自分の代で占めることがあっても、それを子供には継がせないんですよね。それぐらい私たちは、勉強を通して人生を変えようとするんですね。 じゃあ昔はですねこうやって青春を捨てて、まあ、青春を捧げて勉強し続けて有名大学に入ったら幸せな道というのが交渉されたんですよ。 えー、これが2008年までぐらいですかね。2008年までは本当に有名大学に入って、えー、そのまま大手企業にも簡単に就職できるし、それで車も買えるし、家も買えるしで、名門ではなくてもいい会社には入れるので、とにかく大学には入るという風潮がありました。で 2008年以降からなぜかしら就職難になって大卒のメリットがなくなります。2022年基準で青年求職者が100万人を達していると言っていますよね。つまり、日本に例えたら新卒に似ている感覚なんですが、大学卒業して就職できない人が100万人もいるということなんですよ。 えそれで自然に韓国は2009年から公務員ブームが起きることになります。えー、公務員が大人気になります。人気のある分野の場合は、えー、競争率が200対1もあったらしいですね。ただ、これも長続きはしません。えー、実際、こうやって公務員になった人たちの経験談によりますと、 給料があまりにも少ないです。えー、初任給が2022年基準で手取り17万円ぐらいなんですよ。 でそれと、後年経歴が手取り1 8万円ぐらいなんですよ。でさらに、公務員年金も減らすというし、いろいろメリットがなくなり、やっぱり公務員として組織活動してみたら、とても古い組織システムで、若者がどうしても耐えられないということが原因だったんですね。これで公務員も急に人気がなくなります。 でこの中で頭がいい優秀な人材も、えー、現実に気づくんですよ。皆さん、韓国ドラマ見てみると分かりますか財閥のドラマ多いですが、で皆さんも韓国の財閥のドラマ見てると分かると思いますが、とても頭がいい優秀な人材が結局財閥の秘書として働くというの分かりますよね。えー、一生懸命頑張って、 でまあ、本当にすごい人材なのに結局財閥の、えーまあ、奴隷みたいな扱いされるというのも正直現実なんですね。 で、それ以外にも、本当に優秀な人材が、まあ、財閥の奴隷じゃなくても、会社に入っても、最近は非常勤というシステムで、中1ヶ月ぐらい、えー、働かされて、えー、契約更新されず捨てられるとか、えー、こういったことも多いので、まあ、韓国の若者は、えー、韓国社会にうんざりになってきたと思います。日本にはあんまり知られてないんですが、壊れたはしご理論というのがあります。これは何かと言ったら、 昔は努力をしたら誰でもこのはしごを登って、えー、つまり、えー、自分の生活が変わったんですが、これがあまりにも人が集まってしまって、すでに持っている人は意思しても悪用して自分の権力を増やして、新しい人材が乗るはしごを壊してしまうんですよね。これはいわば日本語では、飛びが高を埋めない状況になりました。優秀な人材がいくら頑張っても、はしごが壊れているから登れないですね。 つまり、いい大学を卒業して、いい会社に入る夢というのは、もううんざりですよ。なので、先の話に戻りますと、今の若い人材たちは、自分の力でできるのが医者ということに気づきましたね。もともと医者という仕事は人気だったんですが、さらに優秀な人材が医療大学などに再入学のするために頑張るということなんです。 ここでちょっと過去の話また戻りますが実際皆さんこの過去の制度があった時に平民はヤンマンになれるチャンスですが皆さんわかると思いますが世の中はコネも大事ですね何のコネもないヘイミンが頭が良くてこの試験に合格したとしてもそれでヤンマンになったとしてもコネがないととても大変だったんですねなのでこの時に実際人気だった仕事はお医者さんだったんですよ コネがない平民は専門職の医者を選ぶんですよね。えー、コネがなくても自分の技術だけで、えー、認められるので最高の仕事だったと思います。もちろんこういった歴史の背景があるから今みんな医者になりたいわけではないけど歴史が繰り返されるのがとても面白いですね。 で、この中にも問題があります。同じ医者でも小児科とか産婦人科などは人気がないですよね。えー、なので、韓国は今、小児科が消えていて、先生たちはもう志願しない状況なんですよ。理由は簡単です。金ですね。えー、会社とか整形外科が人気ですね。 この人たちは自分の病院を持つ場合、平均年収が3000万円を超えるらしいのでお、簡単に言いますと、一般企業に入るよりこっちの方が稼げますよね。ただ、 ここでまた問題があります。こうやって自分が人を助けたいという気持ちで医者になる人よりは頭も良くて、ただお金のためにこの仕事を選ぶ人が多いので、ちょっとモーラルの問題も起きてしまいます。最近、韓国の問題の一つが、手術資格がない職員に代理手術をさせることが多いですね。つまり、簡単に言いますと、皆さんが病気があって、 でこの病気に有名な先生に行って手術をお願いしたんですが麻酔をした後にその先生じゃなくて全然違う人が手術をしてその後に先ほど言った先生が検査だけしてくれるこの場合皆さんはどうですかでそもそも手術資格がない人が出るのでこれ違法なんですよなので最近は韓国では手術室に監視カメラを設置をしようという話が高まっていますがなぜかしら医者からの反対がい 多いですねじゃあとにかくここで話をちょっとつなげてみますと皆さん、カンドラってお金持ちと恋愛する物語が多いですよね。微妙な三角関係を見てみても自分に優しい人よりは結局自分に、えー、と最初は無礼だったお金持ちと、えー、結婚するというストーリー多いですよね。どうして韓国人はこうやってお金持ちが好きなんでしょうか 来週は結構私が生徒たちに言われていますが、韓国人はなんでこんなにお金が好きなのという質問に対して答えてみたいと思います。今日も聞いてくれて、しんちゃちんちゃごまおよよ。여러분、あんにょーん。